おはようございます。よろしくお願いします。前回の記者会見でも話が出ましたけれども、今月の大雪における除雪についてまず若干お話をさせていただきたいと思います。本市においては昨年12月から市内平均累計降雪量が昨日時点で205センチに達しております。大雪となった平成29年度の313センチに迫る勢いであり、短時間で激しい降に見舞われました。降雪に見舞われました。こうした状況を受け、市では9日土曜午前10時、市内の除雪体制を異常降雪時対応に切り替え、全市で延べ約600社の降雪協力業者が1200台近くの除雪機械を連日フル稼働させ、車道や歩道の除雪に当たりました。また本市との災害時応援協定に基づき、新潟市建設業協会や新潟県測量設計業協会、新潟市観光事協同組合に応援を要請し、排雪作業の応援をいただくとともに、新潟県からも秋葉区の国道403号の拡幅作業にご協力をいただいたところです。本市の除雪は救急車などの緊急車両やバスなどの公共交通の通行を確保するため、幹線道路から順番に除雪排雪作業を進め、順次生活道路の除雪を行うこととしています。しかしながら、この度は短時間で大量に雪が降ったことで除雪作業に遅れが生じ、幹線道路を中心に大渋滞が発生し、市民の皆様に大変ご迷惑をおかけいたしました。こうした短時間での大雪への対応は大変難しいことから、3年前の大雪の経験を踏まえ、新潟市では降雪時の稼働状況を把握する除雪車運行管理システムの導入、新たな雪捨て場の確保、道路除雪 PR パンフレット、新潟雪道ガイドによる道路除雪への理解周知を図ってまいりました。しかしながら、今回の大雪でこれらの見直しが十分に機能したとは言えません。市民の皆様の安心安全のため、除雪体制のさらなる強化や新たな雪捨て場の確保、除雪人材の確保といったさまざまな課題解決に向けて取り組みが必要であります。今年の冬はまだまだ続きます。まずはこれまでの除雪対応をしっかりと総括して、今後の大雪に対応できる体制づくりを進めていきたいと考えています。またこの冬の除雪費用はこれまでの総額で60億円を超えるものと見込んでいます。財政的にも大変厳しい状況でありますので、国に対し臨時特例措置などを要望していきたいと考えています。次に、配布資料はございませんが、1件案件発表させていただきます。新型コロナウイルスワクチン接種専門チームの設置についてです。新型コロナウイルスワクチン接種については、国の主導のもと必要な財政措置を行い、住民に身近な市町村が接種事務を行い、都道府県は公益的観点から調整を行うこととされています。これを受け、本市では保健所の保健管理課内に職員5名を増員し、保健衛生部内の県務職員と合わせ10名体制の専門チームを設け、2月1日に設置して体制を強化いたします。現在、国が示したスケジュールでは、2月末ごろから都道府県が医療従事者に対して先行的に接種を開始し、続いて市町村が3月末以降、高齢者に対して接種を開始、その後その他の一般の方々に対し接種を開始するとされています。本市における接種方法の詳細は検討中でございますが、接種クーポン券を高齢者へは3月中旬から、一般の方へはその後段階的に郵送することとしています。なお、本市では約23万3000人の高齢者が対象となりますが、その中でも介護施設等の入所者へは先行して接種することを考えているところです。予約方法や接種する会場については、医療機関や
医療機関で個別接種や会場を設けて集団接種も含め市医師会など関係者と現在検討しているところです。今後詳細が決まり次第市報新潟や 市ホームページなどでお知らせをしたいと考えております。市民の皆様がワクチン接種をスムーズに受けることができるようしっかりと準備を進めてまいります。私からは以上です。